世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは携帯やパソコンの充電切れで困った経験はありますか？しっかり充電したのに気づいたらもう残り 20% なんてことも。そんな中、日本の企業が今後世界を大きく変えるであろうという新しい電池の開発に成功し、量産を開始しました。今回は日本が発明した画期的な電池について海外からの反応とともにご紹介していきます。皆さんは近頃耳にすることが多くなった全固体電池のことはご存知でしょうか？この電池は京都府長岡京市に本社を置く電子部品を主力とする企業では世界トップクラスに君臨する村田製作所が2019年に開発した次世代の二次電池です。二次電池とは充電して使用できる電池のことで、今や日本企業をはじめ世界中の企業が開発研究を続けている電池。2020年3月、村田製作所が開発した業界最高水準の電池容量を持つ全固体電池が第49回日本産業技術大賞において高い安全性、耐久性に加え独創性や先進性、産業発展や社会への貢献が評価され、最高位である内閣総理大臣賞を受賞しています。現在携帯やノートパソコンに使用されている二次電池は主にリチウムイオン電池なのですが、リチウムイオン電池は電解質が液体であるため、液漏れリスクや最悪液漏れによって発火や爆発というリスクが。とある国製のバッテリーの出荷騒ぎはよく聞くニュースですよね。そもそもリチウムは水と反応する性質を持っているため、電解質に水は禁物であり、有機溶媒などの危険な電解質を使わざるを得ません。この有機溶媒の可燃性が高いため、リチウムイオン電池は発火のリスクが高いと言われているのです。その点、全固体電池は電流を発生させるために必要な電解質を液体から固体に変え、漏れ出すという危険性をなくした安全性の高い電池です。基本的には電解質は液体であることが重要で、固体にすることは非常に困難とされていましたが、村田製作所は電解質にセラミック素材を用いることで固体にすることに成功。もともと工業用磁器、いわゆるセラミックを扱う会社の村田製作所だからこそできた技術だと言えます。発火や爆発事故を起こす可能性も秘める、いわば扱いにくいバッテリーのリチウムイオン電池より、安全性が高い全固体電池へ注目が集まるのも納得ですね。2020年には TDK や村田製作所、FDK が、2021年にはマクセルと太陽誘電が全固体電池の量産を開始し、それぞれのメーカーは各社お得意の生産技術を使った小型で大容量の全固体電池を目指しているようです。まさに2021年度は電子部品メーカーによる全固体電池ビジネスが本格化した1年となりました。そして今後特に期待されているのは電気自動車のバッテリーとしての使用。現在の電気自動車には先ほどもご紹介したリチウムイオン電池が使用されています。そのため交通事故などで電解質の有機溶媒が外部に漏れ、発火事故などが発生した場合はドライバーの命に関わり非常に危険ですが、全固体電池は漏れ出す心配がありません。このような安全性が産業界から注目されているのですね。その他にも注目される理由が、それは全固体電池は温度によって性質などが影響されにくく、活動温度が広い点。0°C から 35°C が使用範囲内であるリチウムイオン電池に比べ、
全固体電池は氷点下の低温や水の沸点である100度 C に近い高温でも性能の低下が起こりにくいとされており、過酷な環境下でも使用できることが宇宙空間なども視野に入ってくると言われているようです。さらに急速充電にも対応できます。皆さんは現在お使いの携帯が充電中熱くなっていて充電がなかなかされていないなんて経験されたことはありませんか？その理由はリチウムイオン電池は熱に弱く、一定温度以上になると充電を打ち切るリミッター設定がされているためです。ですが全固体電池は熱に強いという特性があり、大きな電力で急速に充電を行うことが可能に。またこの電池はサイズを小さくできる点も評価されています。電解質が固体であるため電池のサイズを小型化し表面実装することも。特に近年は通信機器を中心に小型化することが増加しており、バッテリーをどれだけ小さくできるかという課題に対し、この全固体電池が解決策の一つとされ、身につけて利用するウェアラブル端末やスマートフォン向けの市場開拓にも一役買うとされています。急速充電可能な携帯電話やノートパソコンといった商品が店頭に並ぶのも近いかもしれませんね。また今まで電子部品業界は自動車関連や通信機器関連への依存度が高かったのですが、埋め込み型の健康監視センサーやインスリンポンプ、血圧モニターなどの医療分野での活躍も期待されており、今後は幅広い産業での活躍が予想されることにより、新たな成長の柱が生まれるのが注目されています。そんな世界を驚かせた村田製作所の全固体電池に対し、海外からたくさんの反応がありましたのでご紹介していきます。海外の反応。これは本格的に流通できるようになれば市場を揺るがす大きな起爆剤になるかもしれない発明だよ。5年から6年後にやっと量産だと思ってたが早かったね。全固体バッテリーの普及にはまだ遠いですね。テスラもまだ全固体バッテリーについて言及していないが、私も全固体バッテリーはまだまだだと思います。グラファイトからシリコンに素材を変えれば簡単に全固体バッテリーでいけるのか？小型全固体バッテリーの少量生産が始まったばかりなんでしょ？車に積めるような大容量になるにはまだまだ先のことだろうね。これがうまくいけば電気を充電するものすべてが変わる。30秒で充電できて数日間使えるモバイルデバイスを想像してみなよ。高性能で大容量の電池がスマホやタブレット、パソコンなどのいろんな機器に、なんて夢のようだ。全固体電池自体が日本の技術だ。こういう技術を持ってる日本はやっぱり侮れない。村田製作所がどの程度のキャパシティと価格競争力を持つか見極めなければならないが、全世界の全固体電池の特許出願国を見ると日本、中国、アメリカ、韓国などに集中してるね。確か2019年の特許出願量はトップ3を全て日本企業が独占してたはず。一般的なバッテリーも政府の支援が脆弱で作れない日本が全固体バッテリーをどんな手で作ってるのか理解できない。以上が海外からの反応でした。海外からは日本の全固体電池への関心が多く向けられていますね。リチウムイオン電池で抱えていた問題を根本的に解決できるかもしれない革新的なバッテリー。今後世界を変えるキーテクノロジーともいえ、日本を代表する素晴らしい技術ですね。
実は日本の様々な技術で開発された意外なものが今では海外で当たり前に使われているのをご存知ですか？そこでいくつかご紹介したいと思います。新幹線のナット。大阪にあるゆるみ止めネジの開発と製造、販売を行うハードロック工業株式会社さんが開発されたものが、今や世界中の新幹線や高速鉄道のナットとして使われています。新幹線は16編成で、約2万本ものボルトが使われていると言われており、車体が激しく振動する走行中に万が一ボルトを締めるナットが外れると大惨事を招くことは容易に想像できますよね。ですがこちらのナットは絶対に緩まないと定評があり、日本をはじめイギリスやポーランド、オーストラリア、中国、台湾、韓国といった地域の鉄道で使用されています。1974年の創業以来、世界中の鉄道の安全走行を支えているのです。また、鉄道以外にも東京スカイツリーなどにも使用され、まさに日本が誇る技術と言えますね。北海道。寒い時期の必需品であり、私たち日本人にとっては馴染み深いものの一つである北海道。1978年、お菓子の酸化を防ぐ脱酸素剤を開発中、思わぬ失敗から誕生したそうですが、振るだけで温まるという手軽さから、日本では大ブームとなりました。北海道は、その後も消費者のニーズに合わせると同時に、技術も進化し、世界へ進出。進出後、心地よい一定温度が長時間持続するという技術が海外から高い評価を受け、小林製薬の北海道は世界ナンバーワンシェアを誇るほどに。特に中国での人気が高く、2003年に小林製薬が海外進出を果たした当時、北海道自体はほとんど無名でしたが、現在では認知度が 90% にも上るそうです。ブルーレットを置くだけ。日本人にはごく日常的で馴染みのあるトイレ用洗剤のブルーレット。こちらも小林製薬の商品です。一度聞いたら耳に残る CM もインパクトがありますよね。なんとこのブルーレット、販売金額で世界ナンバーワンに輝き、ギネス世界記録に認定されています。2013年の年間売上は130億円を超え、世界での売上シェアは 30% 以上を記録。水洗トイレのタンクに設置するトイレケアの最大ブランドとして正式に認められました。あったらいいなを形にするをブランドスローガンにしている通り、その高い開発技術に加え、顧客の生活に密着し、研究員が定期的に製品の改善に取り組むなど、開発技術と徹底した性能へのこだわり、そして地道な努力が日本や海外からの人気を不動のものにしているようです。私たち日本人にとって気づきにくい部分や何気なく使っているものが海外から高い技術だと評価されていることはとても嬉しいことですね。今後日本がテクノロジー大国と呼ばれる日もそう遠くないのかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。